皆さんこんにちは、ボンドチャンネルスチーパフォーマンスです。今回はボンド大阪からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの岡くんです。はい、いつもの岡です。お願いします。よろしくお願いします。今回紹介するのがまたすごいの来た。そうです、こちら、まあパッと見皆さん見慣れてる 488GTB ですねぐらいなんですけど、いや見慣れてないです。見慣れてないです。普通見慣れてないです。そうです、はい、そうです。もう488っていうだけでも十分すごいんですけど、はい、なんとまあ俗に言うテイラーメイド、要は、はい、特注。そうです。で組み上げてる。そうです。ボディカラーに至っては名前がありません。はあ、はい、もうちょっと早速見てもらいましょう。これ、はい、ボンネットが何これ、すごい。もうなんか待って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 、これね、はい、写真で一回見たの、はい、ここに出てんの、はいはい、あ、黄色いフェラーリなんだ、うん、ですよね。そう、そう、この色が出ないっす、はい、これがちょっとこれ動画伝わるか分かんないですけど、こう濃い黄色から薄いこう黄色になって、その奥に緑色が見えるの、はい、そうです。え、4層イエローパールにグリーンパールも入ってるらしいですよ。でもこのギラギラ、そうです、こんなのね、ちょっとね他の車で見たことない。あの板金屋さん、これ見て絶対ぶつけないでって言ってました。いやもう絶句しちゃうよね。直せない。直せない。え、こんなのできるの？フェラーリ。そう、もうフェラーリの、その本当に言ったら自分でこう言って作っていくような。はい。だからもうちょっとね、後で見てほしいんですけど、こう特注だよっていうあれも入ってますんで。正直ちょっとフェラーリって黄色のイメージなかったけれども。はい。このこなんていうの、この妖艶なこの濃淡と、はい、この特殊な色を見て、ちょっとこうフェラーリ乗ってて突き抜けちゃってる人だなっていうので、もう全て納得した。 よくあるあのジャッロモデナとか、ああいうこうザ黄色っていう感じとはまた全然違うんで、ボディカラーからとてつもない488なんですけど。そうです。もうボディカラーに目を取られてこう忘れちゃうんだけど、はい、外装も全部、そうです、あのカーボンのオプションはもう全部入ってます、はい、フロントサイドリア、はい、そうです、で全部ついてるっていう。そうですね、インテークとか何から全部入ってます、はい、でもこの色を守らないといけないんで、プロテクションももちろん。あ、これ貼ってあるんだ。全部貼ってます、はい、全面で。もう当然だよね。もう怖いです。タッチアップでちょんちょんじゃ直せないです。あ、はい、確かに確かに確かに。そうなんですよ、まあ、そんなのも全部やってあって、はい、そして横行きましょうか。はい、もう足元は大阪店の得意なところ。はい、もうお客さんと悩みに悩んで選び抜いた1221、はい、はい、これ前回紹介したその ADV1 も削りがちょっと激しくて有名ですけれども、はい、この12も負けてない。そうです。もうここのホールもそうですし、スポークの横のこの削り込み、まずは1221といえばこのここですね、センターボア周辺のここの削り込み。もうこれどこまでも削っていく感じ。もうね、どうやってるんかなって、もう本国行った時に聞きたいぐらいです。どうやってんのこれって。ちょっとこのメカメカしい感じもフェラーリの足元に。そうなんですよ、デザイン的にはすごいシンプルなんですよ。5本スポークで、まあ、ちょっと隙間空いてダブルのっていう感じなんですけど、やっぱりそれじゃ他と一緒なんで、でこのデザイン1221のホームページには載ってないんで。あ、そうなんだ。載ってないです。え、じゃあこれも特注に近いってこと。これも特注です。言ったら、アメリカにラベルモータースポーツっていうショップがあるんですよ。でそこが1221に依頼して専用でデザインしてもらったのがこの EH01 っていうデザインで、これをお客さんといいねってなって、なんとか付けさせてくんないって交渉して、一応ラベルモータースポーツがいいよやってくれよって、その代わりかっこいい写真送ってくれよっていうことで使わせてもらって、もう車のカスタムがもうなんか世界をこう股にかけて、そうです、アメリカのそのショップがオリジナルで作ってるホイールを見つけてきて、はい、そこで交渉して入れるっていう。そうです。なんかネットで見つけて、あ、これかっこいいの、これ買っちゃうかみたいな。そう、そういうノリじゃないんで。最初はダメだったんですよ。やっぱり最初言った時に、あれはあの、まあ、うちのオリジナルデザインだからっていうことだったんですけど、ちょっとなんとかしてよということで。はい。いやでもこの車のこだわりを見たらちょっと納得。はい、そうなんですよ。もうやっぱ誰も履いてないんで、これ
世界で見ても多分2セット目、はあ、1台そのラベルモータースポーツの M5 が入ってて、でこれ2台です。もう世界に他にないボディカラーに、そうです、他にないホイールを入れてもうお腹いっぱいです、これだけで、はい、すごい。そしてキャリパーもうここまで来るともう当然のイエロー、そうなんですよ、イエローで、イエローで、はい、やっぱここでね赤とかいっちゃうとおーってなっちゃうんですけど、やっぱここはイエローで、はい、しっかりついてて、そうです。でもう横も全部当然全部オプションの、はい、カーボン、この辺も確かオプションなんだよね。そうですね、これもオプションなんですけど、ここ逆にカーボンじゃなくて、あのこっちのイエローの方に、はい、確かにカーボンもされてる方が多い。 でも、488は確か設定ないんですよ。あ、そうなんだ。でも他の車種で一応大きさ同じやつがあるんで、それをつけれるのはつけれるんですけど、はい、そんなカスタマイズもご相談いただければ。できます、はい、そしてこのツートン、そうです、ミラーとルーフはグロスブラック、はい、でやっぱこれだけでノーマルだとしてもこう車高も低く見えます。やっぱりこういうクーペで屋根黒いのは、ね、なんか定番というか、はい、あの NSX タイプ R の時からなんかクーペは屋根が黒くないとって思いましたね。そうなんです、すごい組み合わせで、もう当然ここもカーボン で、 そうですね、ここもカーボン で、はい、後ろも毎回恒例このすごいコンケーブで1インチアップのスーパーカーならではの履きこなし で、 そうです、21、22、はい、だからもうここはもう全部おさらい、もうそうですねもうみんな一緒、デズラもう完璧です。はい、でも車高も結構低めにセッティングしてるんで、はい、なるほど、確かにもう指が1本入るか入らんか、入らないかぐらい、はい、だから入れて横から写真撮ってお客さんに送って、もうちょいいけるってもうちょい行ってみたいな感じ。そうです、そうです、はい、それも結構低めにして、なるほど、はい、めちゃくちゃかっこいい足元とボディカラーと、はい、はあ、そして後ろ行きましょうか。後ろも、はい、もうここも、もう納得のカーボン、もうディフューザー、ここのなんていうんですかね、リアエアダクト、はい、もうしっかりここもカーボンで、はい、はあ、で大馬さんもグロスブラックで、はい、そうですよ。もうあんまりフェラーリに詳しくない僕でも、はい、ちょっととてつもないなっていうのは分かったでしょ。もうなんかもうすごいこうね、よくしていただいてるお客様なんで、こうよく見るんですけど、やっぱり今見てもやっぱすごいなこの色って思いますし、他にないよねこれ、振り返るよね実写見たら。なんかだからあの同じ黄色のフェラーリとか並ぶと余計になんか全然違うなってなりますし、はい、まあ、どっちもこう良さがあるんですけどね、はい、すごい外装になってます。そうです、もうこれは。であと土見てほしいのが内装です。もうここまで外装にこだわる方だったら、はい、もう内装が、そうです、こうなんかこう黒一色とかって、はい、まあ、ありえないなと思ったんですけど、予想の斜め上ぐらい打ってますもうね、最初お預かりした時もう保護フィルム貼りまくって、まあ、今でももちろんなんですけど、もうてかどこにどこが傷ついたらみたいな方をこう貼っていくと思うね。なんかもうチューナーコンプリートみたいな。そうなんです、もう本当にそんな感じです。マンソリーとかブラバスとか、ね、はい、だからもうここのね、さっきお伝えしてたこうサイドシール、それが、はい、特注の証テイラーメイド、テイラーメイド、はい、ロゴが入って、こうありがたいことにこう、まあ、各店特に大阪店なんかフェラーリの入庫多いじゃない、うん、はい、テイラーメイドはさすがにそんなに見ない。そんなに見ないですね、僕も見たの久しぶりですもん。前にあのスペチアーレで1台あって、それ初めて見たんですけど、かっこいいな。じゃあそのぐらいレアなんだ、はあ、そしてもうとにかくもうドアとかもカーボンだし、はい、その黄色が使われてるし、そうなんですよ、ボディと同じ黄色の、これドアノブ引くだけでも怖いんですよね。すげえ、本当だね、ドアノブ引くだけでも怖いね。そうなんですよ、あのボディカラーのドアノブを引くん でこれダッシュとかも全部カーボンじゃん。そうです、もうステアリングからエアコンからセンターブリッジから全部カーボン、はあ、はい、でもちろんレーシングシートであのイエローのレザーとステッチ入って、はあ、これ本当にフェラーリ乗ってる方のセンスはどうなってるんでしょうか。もうね、もうなんかこういつか自分が新車を頼めるときに逆に悩みますよね。あの人のも良かった、この人のも良かった、
自分のどうしよう、まあまあ買えないんですけどね。だってしかもシートベルトも黄色だよ。そうです、もうシートベルトのあのここも黄色です。差し込むのそうそうそう、そこも黒だろうっていうところも黄色です。はい、そこもじゃあオーダーできるんだ。あ、できるんですかね、わかんない一般庶民には、はい、もうなんかこういうもんなんかなと初めて見ました黄色は、はい、とてつもない車です。そうなんですよ。で、まあ、あとまあこれだけ低い車高なんですけど、はい、あのロベルタ。あ、なるほど、はい、確かにこれだけ車高低いとちょっと普段使い心配になっちゃいますけど、 その車高を上げる、はい、ロベルタのリフターシステムがついてるついてます、ね、ちょっと動きを見せてもらってもいいですか。はい、はい、あ、こんなに早く、はい、で下げます。このブーっていうのはエアをためる音で、そうですね、コンプレッサーが動いてっていう音になります。でだからプシューっていうのはこの、あの下がった時のエア抜きの音で、はい、じゃあもうこれだけ早く動けば本当に極端な踏切とか、はい、とかもそうですし、まあ、何よりあの純正より上がるスピードが速いのと上がる幅があるっていうのは、なるほど、はい、純正の大体倍ぐらい上がるんですよね。だから結構ロベルタやっぱりつけといた方がってなりますね。あ、だから聞いたことある、純正をあえてつけないで、はい、そうそうそう、後からロベルタをつける人が結構いるっていう。だからこの車はもともとついてなかったんですよ。あ、なるほど、はい、じゃあもうこんなにスタイリング決まっててこんなに車高が低いのに、はい、普段使いに困っちゃうことはない。そうです、はい、確かにこれがちょっと踏切でまごまごしてたら、はい、ちょっとなんかうーんって後ろの人とかなるじゃないですか。まあクラクション鳴らせないし、確かに確かに、はい、じゃあその辺もスマートにこなせるようになってるってことです。はい、はい、というわけで最後になりますけれども、はい、強烈なのを紹介させていただきました。はい、で紹介したこのロベルタとか、はいはい、もちろんいろんな車に取り付けできるんですよね。はい、そうですね、一応まあ、メーカーのホームページ見ていただいて、もうあのレクサスの LFA とか、もうなんかあのうちも入ったことないような車もいっぱいあの設定ありますし、あの最近もあのホンダの NSX だったりとか、その辺も、はい、とか GT3RS とかそのあたりも付けさせてもらって、やっぱり皆さんちょっと高評価を。で一応今回の488はフロントだけなんですけど、リアも付けれます。あ、4輪上げたりとか、4輪上げることもできます。なるほど、じゃあ駐車環境とか使用環境によっては、はい、より便利に使ったりとかもできるようになっているみたいなので、はい、ぜひボンド大阪までご相談ください。はい、というわけでボンドチャンネル、はい、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。